どうも皆さん、はじめましての方ははじめまして、実況サメゲンです。はい、今回はね、もう今回もアンダーテール実況を始めていくわけですが、神は言っている。で、そのコアに行くところだったんだよね。なんか怪しい人影が見えて、よーし、よし、いよいよだね。エレベーターでコアの最上階に上がって。動かないようだ。え、なんでなんで動いてないの。じゃあ右へ進んで、そのまま上で。よし、ちょっと待って、さっき右に行った方がよくない。あ、危ない。よし、びっくりした。どうしてこんなにたくさんモンスターが。でも平気だよね。とにかく先へ進もう。よし、スイッチを押さないと向こう側へ行けないみたいだね。でもスイッチを押すとレーザーが起動しちゃう。レーザーの呪文を覚えててね。オレンジ青、分かった。3問目の時だけ止まるんだよ。おっ、そう、大丈夫だった。ごめんなさい、順番間違えちゃった。でも心配しないから、そのまま右へ進んで、左か、道が分かれてる。ここは右へ行って、いやでもそっち行ったら、だってやっぱり上かも。道の道が正しかったのかな。またレーザーだね。オッケー、今度こそ任せ。レーザーオフにストレージしてもらえる。あれ、オフにならない。ハッキングできない。大丈夫、全然余裕だから。ノードごとオフにしたいわ。レーザーも取らはずはず。はい、今のうちに行って。ちょっと待った。電源が勝手に普及しちゃって。ああ、もうどうなってんの。私がもう一回電源オフにするから、その間にちょっとだけ進んですぐ止まって。わかった。そうすれば怪我しないから。多分よし、ほらね私の言った通りでしょ。大丈夫、私に任せて。次はね、わかんない。なんか私の地図とは違ってるみたい。ごめんなさい、私。もう切るね。この辺りにオゾンの匂いが充満している。え、決意がみなぎった。コア、分かれ道。ランシーが虹色って言った。からかわない、からかえ。よし、からかう、それでよい。おう、
戦うことの関心を失ってしまった。お、たどり着いた。この入り口の奥に王の城へと続くエレベーターがあるはずだ。決意が見えてきた。よし行くぞ。体力は回復されてる。よし行くぞ。今メタトンの後ろを向かせれば長いスピーチをスキップできそうだ。どうする？スキップ。メタトンに後ろ面白いものがあると伝えた。え、どこどこ。なるほど、そういう魂胆か。待って、最初からなんか飛ばせるんだね。メタトン EX のお披露目だ。おお、来た来た来た。スキップしちゃってよかったのかなこれ、ストーリー的に。まあいいや、メタドン EX。 もうこいつ普通だな。よし、えい、うわー、ダメだ。よし、お前の攻撃なら当たるものか。距離グッズは順、よしよし、ポーズを取る。よし、おお、バーン。よーし、宇宙食。まだまだウォーミングアップさ。ついてこれる？よし、ポーズを取る。よし、ポーズを取る。うん、熱くなってきた。よーし、煽った。休憩入ります。よーし、うわー、ターボメタトン。これやばい。いえ、君の距離を感じ、君との距離を感じるな。もっともっともっとハートとハートの付き合いをしようよ。よし、よし、手が壊れた。手が壊れた。足だけ。やばいぞ。腕の1本や1本や2本、足さえあれば大丈夫。余裕で勝てるぞ。嘘つき。うわ、そういうやつか。インスタント麺なのに、お湯が沸いた。鍋にラーメンが茹で上がるまであと4分。
ラーメンが茹で上がるまで、あと3分。ラーメンが茹で上がるまで、あと2分。ラーメンが茹で上がるまで、あと1分。ラーメンができた。あまり美味しくない。粉末スープを入れた。ちょっとマシになった。美味しくはないが、少しはまだ。まだまだ。バカ見て超も絶好調ってなんや。よしすごいな、君そんなに人間を滅ぼしたいの？それともとことん自分のこと信じてるってこと？よし、うえ、あ、立派だね。残念だけど、君が僕、どちらが倒れることになる。でも、どちらかが勝つかは、君にも分かってるはずだ。さあ、スターの底力を見せてあげよう。よし。あー、足が取れた。やべえ。うえ、自分がスターだと思ってるの？君が人間を守れるの？やばい。うん、そうだよな。いやー、やられた。調子に乗りすぎたな。よーし。よし。よし。君は上手。よし、見て、視聴率がすごいことに、番組史上最高記録だ。それではここで視聴者からのお電話コーナー。ラッキーなファンとメタドンが電話でおしゃべり。僕が地上に行く前の最後のチャンスだよ。それでは早速お迎えしましょう。もしもし、お電話ありがとう。番組は今日で最終回です。コメントをどうぞ。あ、もしもし、メタトン。君の番組大好きだったよ。平凡な毎日だけど、テレビで君を見ているとこっちまで楽しくなれた。本当に今日で終わっちゃうの？寂しいよ、メタトン。あ、ごめん、喋りすぎちゃった。はぁ、あ。あ、待って、ブルッチ、消えちゃいました。では、もう一人お呼びしましょう。メタトンの番組を元気にもらってました。メタトンの出ないテレビなんていらない。僕のメタトン色の心は悲しみのメタトン色にさらってみます。みんな、ありがとう。とても嬉しいよ。ねえ、子猫ちゃん。どうやら僕はもう少しここにいた方が良さそうだ。人間にはスターやアイドルがたくさんいるけど、モンスターには僕しかいない。僕がいないと地底の世界は光を失ってしまう。誰にも埋められない穴が開いてしまう。だから地上デビューは延期するよ。それに思った以上に君は強いって分かったしね。その調子ならアズガワの城を突破できるのかも。君ならきっと人間たちを守れると思うな。はあ、はあ。実際こうなってよかったのさ。実はこの姿だとエネルギーを大量に消費しちゃうんだ。だからもうすぐ僕のバッテリーが消える。そしたら僕は、でもいいな、僕のことは心配しないで。君ならきっと最高のスターになれるさ。視聴者のみんなもありがとう。今日の主役はテレビの前の君たちだ。おお。はあ、やっと狩りが開いた。
二人とも大丈夫。嘘。メタドン、しっかりして、メタドン。よかった、バッテリーが切れただけだったみたい。メタドン、あなたがいなくなったら私。まあ、別にどうってことないけどね。だってロボットだから、壊れた、もし壊れたって、いつでも別の作れるし。先に行ってて。最後にそれかよ。なんだろう。まあ、ここからちょっと、一周目に変わります。ちょっと。最後は一周目のものを見てほしくて。これで、やっとお家に帰れるね。はい。待って。なんでもない。元気でねって言ってなかっただけ。ダメ、もうこれ以上無理。私、嘘ついた。人間一人の魂だけじゃバリアを抜けられない。人間一人の魂と、モンスター一人の魂がないとダメなの。だからあなたがお家に帰るには、あの人の魂を奪わないといけない。アズゴアを殺さないといけないの。ごめんね。え？どうすんのこれ。お城のエレベーター新しいところに来たね。待って。ニューホーム。待って。ここ、アンダーテールやってる人ならわかる。一番最初に出てくる場所だよ。待って、一番最初に出てきたところに戻ってきた。トリエルっていう、まあ、この物語で出てきたとしたら、ドアの向こうのおばさん。なんだろう。サンズとギャグり合いで、なんか、いろいろ、なんか、お世話になったっていう。まあ、その人の家だ。待って。ハートのロケットが入ってる。フラミダダガが入ってる。開放中。昔々遺跡に一人の人間が落ちてきました。怪我をした人間は大きな声で助けを呼びました。針を拾って携帯のキーホルダーに取り付けた。トロフィーだ。98年度お話しするするコンテスト使用賞ペア。どういうことだろう。なんでここに戻ってきたんだろう。その声を聞きつけたのは王様の息子アズリエルです。ああそういうこと。あ、トリエルかと思った。アズリエルでした。王様の、アズリエルは人間のお城に連れてまいりました。あ、そういうこと。トリエルじゃねえわ。トリエルが隠し子だったとかそういうことじゃないんだな。アズリエルと人間は兄弟のように仲良くなりました。王様と女王様は人間を我が子のように可愛がりました。自然の世界は希望に包まれていました。
くしゃくしゃな髪型ではバタースコッチのパイのレシピだ。バタースコッチパイってことは、え、待って、このここに座ってたトリエルおばさんに作ってもらったものなんだよね。まあ意味は分からなかったら、まあ聞き逃してもらって結構です。ところがある日、人間が重い病気にかかりました。人間は最後に一つだけ願いを叶えてほしいと言いました。ふるさとの村の花嫁の時を一目見たいと。しかし私たちにはどうすることもできませんでした。そしてその翌日、人間は息を引き取りました。あ、マジで。悲しみに暮れたアズリエルは人間の魂を取り込み、凄まじい力を持つ者へと姿を変えました。人間の魂の力でマリオを抜けたアズリエルは、生きながらを抱え、亡きがらを抱え、夕日を見直して村を目指して、やがてアズリエルは村の中心にたどり着き、夢花畑がありました。アズリエルはその上にそっと人間の亡きがらを乗せてありました。え、まさか誤解されたのか。その時突然体に悲鳴が、中に悲鳴が、これは人間の子供を殺したと勘違いしたのです。ああ。村人たちは捨て身でアズリエルを襲いかかりました。体は何度も何度も人間の攻撃を撃たれました。アズリエルにとって村人たちを滅ぼすのは造作もないことでした。それでもアズリエルは反撃しませんでした。人間の亡骸をしっかりいただいて、微笑みながらそばを立ち去ったのです。怪我を負ったアズリエルは何とか家にたどり着きました。入るのに、ばったりと倒れ込んでしまいました。体は塵となり、お城の庭に降り注ぎました。王国の民は悲しみ狂いました。王様と女王様の一晩のうちに二人の子供を亡くしたのです。人間たちはまたしてもモンスターから全てを奪いました。そういうことだったんだ。王様は決心しました。国民の苦しみを終わらせると、凍え落ちてくる人間は誰一人生かしてはおかないと。7つの魂が手に入ればマリアを壊すことができる。もうすぐアズバオが私たちに希望を私たちを解放してくれる。私たちに希望をもたらし、私たちを救ってくださる。さあ、あなたも笑顔になって、嬉しいでしょ。この頃が弾みでしょう。あなたはもうすぐ自由になる。え、最後の回廊、ここがラスボスのところですか。